れにしても俺初めて人殴っちゃったよ。ついにやっちまったよ。これで俺も真の鬼畜門かね。マジ感謝しろ、命の恩人だぞ。いや俺も無我夢中でよ、何が起こってるのか分からねえし、とりあえずウサギの第六感ってやつずっとここに隠れてたわけよ。ノリコはあいつらに捕まってつーのは嘘で、デートの約束すっぽかしやがったからそもそも町に来てない。まあ何がどうなってんだ。マジかよ、そこら中で悲鳴が湧いてるしよ。アメリカと戦争でも始まったかと思ったぜ。まさかと思うがよ、これも例の魔王とかいうやつの仕業なのか。お前こそ宇佐美はどうした。マジかよ、付き合ってんだろおめえら。二人して学園サボって温泉行ってるって噂だったぜ。ん？どこ行くの？宇佐美と携帯がつながるまで待った方がいいんじゃねえのか？待てよ、正気か？そこにいるんだろ。どこだ。囲まれてる。逃げられねえよ。ゆっくりなぶり殺してやるよ。
これは驚いたな。一体いつの間にと思っているのだが、もう少し相手を知った方がいい。拠点に近づくネズミを発見し、音もなく背後から始末する。私はともかく、仲間は現役のプロフェッショナルなのだから。なお、髪の長い少女というから、もしやと思って来ていた。まさか宇佐美だったとは。この町でよく生きていた。嬉しいぞ。テロに会うのは2回目だからな。そういえばそうか。それで、勇者はここで何をしていたのか。ただ逃げ回っていたわけではなさそうだ。もちろん、お前を殺しに来たんだ。当ててみせよ。今川の所在を探りに来た。トップシークレットみたいだ。いやはや、見上げた根性だね。来てもらおうか。すまんアラン、いつもの悪い癖で、殺しの前はどうも遊びたく。お目覚めかい？捕虜収容施設さ。ここはクラブの地下でな、ユーリって聞いたことないか？ご名答。1階の東側の出口はこの国の外に通じてるからな。誰に？逃げねえよ。ここは俺たちの国なんだから、逃げる必要はねえんだ。俺たちのリーダーはここら一帯に治外法権を要求しているんだ。わからねえかな。封鎖状態にあるセントラル街とその上空はもう日本じゃねえってことだよ。警察権力の介入と日本の法律による取り締まりは受けない。まさに夢の国だろ。じゃあアザイはある日突然セントラル街が戦場になるなんて話をされて真に受けるか？いいかアザイ、俺の親父はよ、俺とは違ってクソ真面目に学園の教員やってたんだよ。それがよ、白鳥の親父にはめられたばっかりに何もかもおかしくなっちまった。うちには毎日のようにテレビ屋が来るし、母親は実家に帰っちまうし、妹は小学校でいじめられてんだ。そんな時によ、ほいっと拳銃渡されたら、つい人でも殺したくなるだろ。
作れるさ。魔王が何とかしてくれる。みんな最初はそう言うよ。でもことここに至ってそんなこと言う奴は一人もいねえ。俺を説得して助かろうとって無駄だ。そうそう、お前の友達は今どうなってると思う？今上の階で伸びてるよ。仲間になるとか言っといていきなり襲いかかってきやがった。見え見えだっての。マジでバカだよあのチビ。ああ、これからみんなで面白い見せ物しようって話になってんだ。公開処刑ってやつ？ほら、ネットの裏サイトとかで中東の兵士が惨殺されるあれ、あるだろ？今いろんな残虐シーンをよ、ネットにアップしてるんだよ。すると世界中の人間が俺たちを恐怖するってわけだ。お前もね、悪いことだってのは知ってる。でも悪こそが人を救ってくれるってようやく理解したんだ。え？決めた。てめえは後で火炙りにしてやるよ。に来ているのだ。それがどうした？ここで京介と出会ったらしい。
何の真似だ魔王。お前の死に場所を演出したいと思ってる。本来なら外郭放水路で殺したいところだ。この封鎖状況ではかなわない。昔京介とゲームをしてた。夜中まで遊んだものだ。ロールプレイングゲームというジャンルだし。それが勇者と魔王が最後に戦う、ちょうどここのように弱くなる場所なのだ。勇者は成長し、やがて魔王を倒すのだ。お前はどうか。私の10年は復讐が全てだった。対象は国家であったり、浅井権蔵であったり様々だが、憎悪の中心にいるのはいつも宇佐美だった。それは私も同じことだ。私を殺すというのか。京介の兄である私、京介がかわいそうだと思う。あれは私を慕っていた。私が死ぬきっと少なからず悲しむことだ。この後に及んで命乞いか。お前だって悪を犯そうとして教えてやりたかっただけ。そんなことは分かっている。ウサミ、どんな人間も最後まで自分の正しい世界に生きて死んでいくのだ。同じ感情を抱いてはいられないと。私は時にはお前を許そうなどと考えないのだから。親は親、子供は子供と当たり前の主張が両親に語りかける。だが結局は憎しみが勝った。父が言っていた、ハルという少女を殺さなければ宇佐美に思い知らせてやれないと。私も結局はお前を追うことをやめられなかった。バイオリンケースを開くたびに母の無念が蘇る。なあ宇佐美、この世で最も長生きする感情は憎悪だと思わないか。だからこそ何千年の昔から戦争が絶えない。もう一つくらいは。安心しろ。お前を殺した後、京介もあの世に送って、いつまでも二人仲良くやっている。さて、私を殺しに来たというからには何かまた楽しい策を用意してきたんだろう。お前は高いところが得意だったようだ。
チャンスではなかったな。まあ山王物村のビルから落ちて死ぬというのは悪くないかもしれない。あの世で母親に会うだろう。異常はなさそうだ。そろそろ時間だな、警視正。それは残念。こちらの誠意が足りなかったようだ。そこで相談なんだが。言ったはずだ。時間の延長は一切認めない。分かっているけれど、君も分かっていたのではないか。現実的に8時間というのは短すぎるとは思わないか。総理以下関係閣僚を招集するだけでもかなりの時間がかかったらしい。そうだろ。せめてあと5時間待ってもらえないだろうか。5時間待つと何かいいことがある。それだけあれば決議は降りるという警察の見解。ノロマは罪だと思わない？待て、謝るな。今から人質の一人を殺す。銃声をきちんと聞き届けるように。落ち着け。人を殺して何になる。確かに我々は要求された時間に間に合わなかった。しかし君はプロだろ。だったらせめてもう少し時間をくれ。少しの猶予が君の計画にそれほど支障をきたすのか。君はそんな甘い算段を持って我々に挑戦してきたのか。我々がプロであるからこそ時間には正確でありたいのだよ。1時間後また連絡をもらおう。人質はあと10人だ。言っている意味が分かる。おい、次は俺をやれ。なぜか弱い女性を。